FMO ラブフラップホリデースペシャルをお聞きの皆さん、キヨピーさんこんにちは。ドーベルマンインフィニティのスウェート、GS と久保修です。先日は赤松さんの担当日に、コメントを寄せさせていただきましたけども、はい、今日は海の日ホリデースペシャルということでクールミュージックをお届け中ということで、うん、みんながクールってキーワードで思い浮かぶなんか音楽とかなんかありますよ、ね、うん、音楽ね。でもヒップホップ全般はクールじゃないですか、まあ、クールよね。クールですね。でもなんかこうちょっとなんかまあクールっていろんな捉え方があると思うんですけど、うん、そうやね、僕はどっちかっていうとやっぱ夏イコールちょっとレゲエが、ああそう聞きたくなる、なんかちょっとこう潮風を感じる感じもあるので、はいはいはい、まあ、夏になるとなんかこうちょっとまあリズム感のいいレゲエを聞いて合うよね、うん、合いますね。なんかそれがクールかなっていうイメージはありますけどね、自分は。なるほど、そっちね、うん、逆になんか夏こう特別することとかあります？僕ねプール行くんですよ。めっちゃ めっちゃ行くんや。めっちゃ行きます。しかも近所の小学校のプールとか行ってるやろそうそうそう、うん、あのもう海パンに、うん、あの上 T シャツ着て、うん、で袋にタオルだけ入れて、うん、でそのゴーグルは？ゴーグルも入れて、うん、であのお財布じゃなくてもうなんていうんですか、小銭メインケースみたいな、入園料みたいな、はいはいはい、あれだけも分かってるんで、うんうんうん、本当にそれ持ってでお金払ってもうゼロ円になるじゃないですか、正直、はいはい、で海パンももう濡れるじゃないですか、うんうん、でびっしゃびしゃのまま帰ってくるんですよ。はいはいはい、まあ、近くやからね、そのまま家でシャワー浴びて、まあいいですよね、うん、去年結構10回以上行きましたね。いいねいいねいいね。どうですか久保ちゃんのクール？もう今の流れでいくと俺は家のベランダで大体日焼けしてますね。久保さんだってたまにあれ黒くなりましたって時大体そうあれやあれ適面俺焼いた日やねんな。ベランダもありましたもんね。15分ぐらい寝そべってて、うん、俺自分でそんな焼けてると思ってなかった、うん、みんなに黒黒って言われてちょっと恥ずかしかったもん。焼きに行ったのに、焼きにベランダで自分で焼いたのに言われると恥ずかしいっていうね。いいですよね、はい、やっぱクール、うん、どん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 探していきましょうか、はい。暑い夏が始まりましたが、ドーベルマンインフィニティのサウンドで乗り切ってください。そしてちょっと先になりますけれども、11月には大阪城ホール 2days 控えております、はい。ドーベルマンインフィニティのベストアルバム5を引っ提げて、あの大阪城ホールでね、はい、関西では、予定もしてますので、はい、ぜひホームページなどチェックしてください。お願いします。お願いします。じゃあ最後、ベストアルバム5から1曲聴いてください。ドーベルマンインフィニティで Say Yeah、 最高の夏を楽しんでください。以上ドーベルマンインフィニティでした。